おはようございます。ランチャンネルです。こちらのチャンネルでは音響照明映像機材などを取り上げています。いいなと思ったらぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さて今回はですね、今年の1月に発売された JBL の IRX108BT の Y3 をご紹介したいと思います。型番にある Y3 っていうのは、通常のメーカー保証2年に日比野さんがさらに1年保証をつけて、合計で3年の保証がつくという、そういったモデルになっています。1年の保証っていうのが結構多いんですけども、3年も保証があるとですね、アフターケアっていうのも、安心じゃないかなと思います。ということでまずこちらの、スペック仕様だったりを、一通りお話しして、実際に音を出したりして、で最後にその使ってみた感想なんかっていうのをお話ししていこうかなと思います。それではまずこちらの IRX108BT の Y3 なんですけれども、こちらはポータブル PA システム、いわゆるパワードスピーカーというふうな感じになってまして、アンプとあとスピーカーが一体となっています。そしてさらにこちらには2チャンネルのミキサーがついてますので、これだけでもう使うことができるオールインワンのスピーカーとなります。先に値段の方を言っておきますと、実はこの3万円ちょっとの値段になります。でもう一つ、IRX の 112BT の Y3 っていうのもあるんですけども、そちらは4万円弱となっていまして、おそらく、ほとんどの方の予想を、いい意味で裏切った値段で驚いたんじゃないかなと思います。これだけ安いんですけども、この後紹介する機能を聞くとですね、さらに驚くと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。付属品入っているのは本体とあと電源ケーブル、日本語で書かれた説明書が入っているということになっています。こちらはウーハーの部分が8インチなんですけども、先ほども言ったようにこのウーハーの部分が12インチの IRX112BT の Y3 というモデルもあります。底面には一般的な 35mm 系のスピーカースタンドがさせるための穴が開いてます。そしてこの背面の部分なんですけども、こちらに電源ケーブルが挿す場所と、あとこちらがコントロールをするパネルになってます。じゃあ電源をですねつないでみます。こちらが電源ボタンですね。こちらが押すとこのように光って電源が入ります。で今ここはピカピカと光ってるんですけども、この Bluetooth のマークがありまして、実はこの Bluetooth 接続ができるというのも一つの特徴となってます。このスマホや音楽プレイヤーをワイヤレスで接続することができて、 Bluetooth 5.0 が採用されているので、高速で広範囲での通信ができるようになってます。ちなみに iPhone8 以降は Bluetooth 5.0 に対応しているということなので、後ほどですねこちらにある iPhone XR なんですけども、こちらを使ってテストをしようと思っています。お互い 5.0 なので、その理想的な結果になるんじゃないかなと思ってます。ペアリングに関しては、その他の通常の Bluetooth 機器と同じような感じで、こちらを長押しをすると、点滅になりまして、こちらの iPhone の画面の方にJBL の IRX108BT というのが出てきたので、これをタップします。はい、そうするとこんな感じで接続されましたよというふうな感じで音が鳴りますので、これでペアリングは完了になります。これは1回電源を切ってその後また入れ直した時にまた自動的に接続をされますので、その点は一応便利といえば便利なんですけども、もしですね自動的に接続をさせたくない場合っていうのは iPhone の方で登録を一旦解除した方がいいかなと思います。
こちらの上の方にはイコライザーのプリセッツっていうのがありまして、ミュージック、ボーカル、スピーチ、フラットという4つのプリセットが用意されています。まあ、こちらの音に関してはですね、また後ほど違いを聞いていただこうと思います。でその下にはベースブーストとあって、まあ、その名の通りなんですけども、低音を増幅するスイッチがついています。その右には AFS と書かれていまして、これはアドバンスドフィードバックサプレッションの略で、ハウリングが起きた時、その自動的にハウリングを抑えてくれるというふうな機能がついています。業務用として使われる方も、まあ、またあまり慣れてない方が使う時にっていうのも、まあ、かなり便利な機能になるんじゃないかなと思います。そしてその右にはこのミュージックダッキングという書かれたスイッチがあるんですけども、これは先ほどの Bluetooth 接続をして BGM を流していて、でその時に後ほど紹介しますけども、マイクの入力があった場合にそのマイクの音が聞こえやすいように BGM の音量を自動的に下げてくれる機能となっています。イベントなどで少し大きめに BGM を流していて、たまにアナウンスを行いたい時にいちいち BGM のボリューム操作をしなくてよくなるので、使う場面によっては便利な機能ではないかなと思います。そして、こちらの部分というのが、ミキサー部分となっていまして、入力コネクタは、XLR と、フォンが、挿すことができる、まあ、コンボタイプのコネクタがついています。ボリュームつまみも分かりやすく表示されていまして、ここからここまでが、ライン入力レベルで、ここからここまでが、マイクの、入力の、調整範囲というふうに書かれています。でこの入力っていうのが2チャンネル分あります。で最後にこちらが、マスターボリュームとなっています。最終的にこの出力が大きすぎる、ピークになった場合には、リミッターが働いて、スピーカーの破損を防いでくれるようになっています。それとあとこちらに1つだけ、OS の、XR コネクタがついていて、スルーっていうふうに書いてあるんですけども、例えばこれもう1台スピーカーを使いたいときに、入力した信号をここからそのまま出力するというふうな端子になっています。以上がこちらの IRX108PT の Y3 の機能面の紹介になるんですけれども、音響の操作に慣れてない方っていうのに非常に優しい設計になってるんじゃないかなと思います。それではですね、こちら実際に音を出してみたいと思います。イヤホンとかヘッドホンで聞いていただくと、より音の違いが分かるんじゃないかなと思いますので、よければ、ご用意してお聞きいただければなと思います。まずはですね、このマイクを、つないでみたいと思います。こちらのゴッパーをつないでみます。はい、そうですね、まずマスターをちょっとこの12時ぐらいまで上げておいて、でチャンネルの、ボリュームを上げていきます。マイクなので、この辺りから音が出始めるかなと思います。はっ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 、出てきましたね。もうちょっとマスターを上げてもいいかな。はい、結構しっかり音が出てきました。このボリュームを上げるだけでもうとにかく音が出ますので、かなり操作的には簡単じゃないかなと思います。じゃあ次にですね、先ほどペアリングした、こちらの iPhone からですね、ちょっと BGM を流してみたいと思います。しっかりと接続されて音が出てきました。この BGM のボリュームに関してはこの iPhone とかの、ボリュームで操作をするようになります。ではこちらの、EQ プリセッツっていうのを、1個ずつ、試してみたいと思います。それではですね、まず、今フラットの、モードになってますので、そちらを少し聞いていただきたいと思います。へっへっへっ、ワンツー、はっはっは、へっへっへっ、はっはっは、ワンツー、へっへっ、せへはははははは。これがですね、一応ちょっと基準の音として、聞いておきたいと思うんですけども、印象としては、ローがちょっと、大きめかなっていう風な感じの印象ですね。それでは今度、次の
ミュージックのモードにしてみたいと思います。ワンツーハッ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 フッフッフッワンツーハッ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 フッ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 フ。今ですね、ミュージックの、モードで喋ってみたんですけれども、まあ、ローがですね、まあ、さらにちょっと、強調されたちょっとなんか丸い感じっていうか、そういった感じになったかなというふうな印象ですね。では次にですね、ボーカルのモードにしてみました。へへへ、ワンツーへっはっは、ワンツーへっは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 、へへへ、ワンツーふっふっふっ。まあローの部分がちょっとすっきりした感じになって、ちょっと中域が、出てきた感じですね。まあ今のところ割とこれがなんというかこう聞きやすい感じかなと思います。では次にですね、この、スピーチのモードにしてみました。へっへっへ、ワンツーへっは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 、ふっふっふ、へっへっは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 、ワンツーへっは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 。さらにローと、まあ、ちょっとハイもカットされた感じかな、っていう感じで、まあ、本当に、中域が、ガッと前に出ている感じで、まあ、ちょうどその人の声ですね、の、周波数あたりが持ち上がってる、そういった感じになってるかなと思います。まあ、ローがちょっとすっきりしたので、確かにこの人の声っていうのが、聞きやすい感じになってるかなと思います。いかがだったでしょうか。まあ、動画でですね、音の違いっていうのが、ちゃんと伝わったかどうかっていうのは分からないんですけども、まあ、この直接、聞いてみた感じでは、まあ、その元々のフラットの状態っていうのが結構、まあ、ローが、しっかり出てた感じなのかなと思うんですけども、まあ、そういった、まあ、通常ミキサーで行うようなイコライジングっていうのをですね、まあ、それぞれちょっと強調させたような音質になってるかなと思います。じゃあこれでですね、さらにこのベースブーストっていうのを入れてみたいと思います。EQ プリセットは、このフラットの状態でやってみようかなと思います。はっはっは、それでは、ベースブーストを入れてみたいと思います。はっ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 は、ふっ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 ふ、切ってみたいと思います。ふーふっ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 ふ、入れてみたいと思います。まあ確かにですね、低音部分が強調された感じで、多分100とか80あたりっていうのがちょっと持ち上がった感じになったんじゃないかなと思います。それではですね、次に AFS 機能っていうのを試してみたいと思います。ちょっとボリュームを大きめにして、まあ、ちょっとわざとハウリングが、起こる感じにしてみたいと思います。ワン、ツー、フッ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 。ちょっと、ハウリングしてますので、これでオンにして。今オンにしました。オフします。オンにします。まあ、ハウリングが、起きたら、そのハウリングが起きたところを、ピュッと下げてくれて、また少ししたらまた戻る。でまあ、フラットの状態になって、ハウリングが起きたらそこの部分を落とす。何かの弾みで、ハウってしまった、そういった時に、瞬間的に下げてくれますので、まあ、そういった点では少し安心な機能になってるんじゃないかなと思います。ミュージックダッキングの機能ですね、こちらなんですけれども、まあ、これまたあの BGM を流しながら、マイクで喋った時に、効果が出てくるんですけれども、また別にちょっと動画を撮ってますので、そちらをご覧いただきたいと思います。弊社の方でも、取り扱いをしていますので、気になった方はですね、メールとかメッセージとかでお問い合わせをいただければなと思います。ご質問とか、ご意見とかあればですね、ぜひコメント欄の方にお寄せください。
あと SNS もやってまして、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひですねそちらの方もチェックをお願いいたします。